はい、あきらです。またここは鈴鹿山脈ですね。ここに見えてるのは上の方、しっかり紅葉してますね、やっとね。まあちょっとこの山を越えて、まあ、紅葉がどんな状況か見ていきたいと思います。いいですね、ほとんどなんかこの里山もなんか秋の色って感じですね。積水系、積水系のね、上の方ではもっとしっかり紅葉見えるかなと思うんですけども、まあちょっと行ってみましょう。ああ、これ右手側の登り山ですね。この橋ですね。なんかすごい景色だね、ここね。この辺が積水系ですね。あ、なんかいい感じの景色だね。ここはなんか水墨画みたいな山ですね。この辺がなんかキャンプ場みたいですね。この積水系って上の方行くと、あの安楽越えっていって峠道があるんですね。そこはね、別にちょっとあの険しい方の県道なんだけども、そこは別に景色がいいわけじゃないんだよね。この登山道入り口、いい感じだね。あれ、ここが、あ、ここは安楽越え、安楽越えですね。林道安楽越え線。これ途中にね、なんかあの登山道がいくつか分かれてるんですね。まあ、この辺途中はほとんど植林だから、あんまり紅葉してる感じではないけども、まあ山の上の方は結構紅葉してるのかな。そんな急坂でもないから、結構自転車でも走ってる人いますね。
っても多分すぐ行き止まりだと思うけど。うわー、ここは行き止まりだな。こうやって戻るのが大変だな。これ以上いけないね。おお。紅葉した木があって、なんか綺麗ですね。峠だね。ここまた山道なんだね。上になんか行けるみたいですね。熊目撃注意だね。こっち側は多分滋賀県ですね。ちょっと下りですね。うわ、荒れてるな。だいぶ開けてきてました。はい、平地に出てきました。まあこの辺一面杉林なんで紅葉って感じではないけども、
は神社ですね。以上、安楽越え林道でした。